ハノイリビングの田口です。今私は、ミーギンですね。ハノイの西部、ミーギンソンダン、はい、この辺りは韓国人向けの、レストランですかね、がいっぱいあるところですね。はい、このエリア分かりますかね。ちょうどマリエクリエスクールっていうね、これも結構あのお金持ちの、方が通う学校ですね。はい、でこの道も少し向こうに行く と、ガーデンビッグシーですね。ビッグシーガーデンがあるエリアですね。ちょうどあそこに見えてる建物がガーデンという、まあ、コンドミニアムですね。はい、この道をまっすぐ来てマリエクリエスクールっていうね、この分かりやすい学校、大きな学校、これを右に見ながらまっすぐ行ったところに、はい、あのお日様幼稚園っていうね、ゲイコーゼミナルさんが運営している幼稚園、お日様幼稚園っていうのがあります。今日はそちらの取材をね、して皆様に情報をお伝えしようと思います。はい、分かりますかね。場所マリエクリエスクールがあって、まっすぐ歩くんですね。歩いてこのね、なんて言いますかね、ちょっと高さ制限があるようなこの、 白と赤のこういう門があってね、はい、ここをくぐるんですよね。ちょっともう円まで行きますね。分かりやすく場所を分かっていただきたいので、はい、行くとね、ここにね、あの正門の近くに守衛さんがいてて、ここ門があるんですよね。はい、門、ここは時間が来たら夜になったら鍵閉まります。鍵が閉まります。はい、この中にあるんですよね。はい、この中はそんな大きな車両、車がバン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 走るところではなくて、低層のこういったビラがね、こう密集しているエリア。向こうにも門があって、なんて言いますかね、こうちょっと囲まれて守られてるって言いますかね。はい、この中にお日様幼稚園があるんですよね。今もう入ってきましたね。はい、ちょっとこれから行きますね。はい、中に止まってる車とか見るとね、はい、BMW とか止まってて、ちょっとこうお金持ちが住んでらっしゃるエリアなのかなと思うんですけども、はい、ちょっとまっすぐ行きますね。この中にあります。向こうも出口は正門があって、はい、もう巡回見回りに来たりするんでね、この中にまあ幼稚園があるんで、場所的にはとても安心して子供をね託すことができるかなと思います。はい、歩いてきました。ここ、はい、ここですね。ここが幼稚園、お日様幼稚園ですね。はい、じゃあこれからね、教室の中ですね、どんな感じか、はい、簡単にビデオを入れてみたいと思います。ハノイリビングの田口です。今私はお日様幼稚園に、ね、来てます。はい、2年ぐらい前にね、オープンされて、今もずっと営業をね続けてらっしゃるんですけども、今日はね、こちらの、園長先生、阿部さんとお会いする機会がありまして、はい、お邪魔させてもらってます。はい、日本人の先生もね、しっかりとした保育士の先生がいらっしゃいます。保育士は5人ですね。5人のうち3人がもう経験されてる、保育士の方ですね。はい、どんな教室運営をしているかね、ちょっと簡単に今からさーっと撮らせていただきます。はい、ちょっと局員室をね、こう撮らせてもらいますね。はい、こんな感じなんですけど、ちょっとね、地下のじゃあ、給食を作っているねところに行って、はい、見ると、まあ、ちょっとここからね、先生今作業されてますけど、一人ね、栄養士の先生がこうやって作ってらっしゃいます。今日は春休みなんでね、生徒さんはいませんけども、ここで綺麗に、はい、衛生環境を整えて、毎日、子供様向けに、給食を作ってるんですよね。はい、で、上に1階に職員室があって、でここはまあ生徒さんが遊ぶエリアですかね。もちろんこの近くに公園があったりして、そこに定期的に手をつないで行ったりとかいろいろされてるみたいですけども、はい、そんなにね、こう大きなスペースはありませんけども、はい、少人数でやっぱりやってらっしゃるので、まあ、先生5人の先生が十分手が届くね範囲でされている。でたくさんもう何十人とこう増やしていくっていうことではなくて、定員はもう30人、ね、キャパ的には40人ぐらいはいけるんですけども、30人抑えて、とにかく少数制でね、子どもさんにじっくりと遊んでいただくっていうんですかね、そういうことをモットーに教育をされているみたいです。
今のところは まだ16人ぐらいの生徒さんがいらっしゃって、私のお客様もねここで学ばせてますよという方いるんですけど、聞くとやっぱりねすごく少人数で先生も優しくてね、子どもさんすごく安心して行ってますよというおっしゃってました。はい、聞いたことはおっしゃってましたね、あります。はい、ここが教室ですよね。今ちょうどね隣の学校があるんでわーっとこう騒がしいですけども、はい、この辺りは、ブロックで囲まれてね、一応管理人さんがいているエリアなんですよね。学校もあるし家もあるんですけども、大通りに面してるわけじゃなくて中にね一本入ったエリアで、入り口と出口に門があって、そこで管理人の方が、守衛さんの方がいらっしゃるという守られたエリアの中にある、幼稚園なんですね。はい、でここにいらっしゃる3人の日本人の先生がこうやってね海外宿ね全部手作りなんですよね。はい、細かくね何て言いますかね、例えば赤いのがねいちごだよと、いちごの形をしたものを買ってここにポンと置くよりも、赤いものがいちごになったり、他のねなんかトマトになったり、いろいろ子どもの発想を大事にねするということで、形は擬似的に見せたもので、これがドーナツになったりね、こう腕輪になったりとか、それは子どもの発想を限定させずにね見て発想を豊かにするという考えでこういうものを作ってらっしゃるそうですね。例えば、遊びながらこうボタンをねこうつける練習になったりとか、このホックをねこうバチッと止める、はい、練習を遊びながらやるためにこういうものを作ってる、はい、これが腕輪になったりねブレスレットになったり、いろいろ子どもさんの発想に合わせて、はい、発想が飛び出しやすくするようにね、はい、こういうものをやってる。でこう調理器具なんかも全部先生の手作りですよね。はい、どっかから持ってきて既成のものをぐわーっとこう並べてる感じじゃないんですよね。はい、これが薬かな。はい、いろんなねここにレジがあったりね、はい、全部手作りですね。で週に何回かで音楽を弾いたりピアノ伴奏で歌を歌ったりされてるということですね。はい、で1階と2階のこの2つの教室の間には、はい、生徒さんが本を取りやすくするためにね、ここにこういうように絵本を並べてました。まあすごくね気が利くというかね、お子様の何て言いますかね、自発性に任せてどん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 ね話を会話をねしてもらうように働きかけるって言いますかね、子どもさん自らが自分から質問をしてね、知りたいことが出てきた時に質問の時間っていうのが、これは子どもが成長するいいタイミングですと、そのタイミングは絶対に逃さずに手を止めて、何回も何回も説明して質問に対しては繰り返して話をしますよっていう、本当にね基本的なところを大事にされてる教育方針なんですかね。話をずっと先ほどから聞いてたんですけども、はい、そういうふうにもう実感しました。はい、ここがね、週に何回かな、ダンス教室が来るんですね。ここでダンスの練習をするところですね。はい、お手洗いも、生徒さんの背がね身長差にはあるんで台を置いて使いやすくしているとかね、夏はやっぱり暑いのでシャワーを浴びたりもさせているようです。でベトナム人の先生がねいらっしゃるんですけど、こういうね季節に合わせてこういうものを作ったりされてます。でここは音楽かな、はい、ベトナムの楽器もねちゃんと学ばしたりねやったり、はい、こういう楽器で楽しく遊んだり、今のところはまだ16人ですからね、なんで少数精鋭で取り合ったりすることはないんでしょうけど、はい、ここで先生もう先生もね保育士の先生ももう熟練の先生で、はい、他の、院でね園で実際に子どもを教えてたっていう先生も何人かいらっしゃいます。はい、もうスペシャリストというかね経験者ですね。はい、子どもさんを教育保育した経験者の方がここでしっかりと子どもさんの教育に従事されています。
で、話はちょっと細かいですけどね、網戸が全部ね、全部の部屋に網戸があって、今全く開けっぱなしにしてね、ちょうどいい季節、ちょっと肌寒いんですけども、はい、蚊の心配もなく全ての部屋網戸が入ってるっていう状況ですね。はい、そこにはこだわって、はい、されてます。もう一回行きましょうかね。この階段もね、ずっとお子さんが上り下りするので、はい、結構いい運動になりますとおっしゃってます。はい、ここが最上階、最上階、ここにね、生徒さんがやってる秘密の基地があるんですよね。生徒さんは秘密の基地ですとおっしゃってるんですけどもね、まあ、ここで何でしょう、ご飯を食べたりすることもあるそうです。秘密の基地で食べたいよとやって、上まで持ってきてここでご飯食べたりね、はい、生徒さんがここで楽しく洗濯物を洗濯しましょうねと、洗濯機も手作りですね、全部手作り、はい、こういうものも全部手作りですね。うん、なんかね、やっぱりすごい、なんて言いますかね、子供にちょっとでも子供のチークっていうのを真剣に、はい、こだわると、こういうふうな形になってくるんでしょうね。子供の発想、子供が求めることに対して、はい、全て阻害するものを取り除いて、その通りじゃあ一緒に楽しみましょうねと。だからなんか英語とかね、詰め込み教育ばっかり、音楽のその勉強したりとか、まあやってるところもあるんでしょうけども、ここはそういうのを今のその幼稚園児からやるっていうのは、まあそういう授業も取り入れて英語もねやるとおっしゃってるんですけども、はい、それはもちろんやりますと。ただそればっかりじゃないんですかね、はい、やっぱり体を動かすこと、運動することと話をすること、とにかく子どもの口からついて、話がついて出てくるように、そういう環境に持っていって、子どもからね、いろんな疑問、質問を出させることっていうことに、もう徹底的にこだわってやってらっしゃる、そういう幼稚園だと分かりました。はい、英語ゼミナルさんがね、運営されている塾じゃない、幼稚園ですから、ちょっと私もその英才教育じゃないですけどね、そういう小さい時からね、いろんな教育をこう専門的なね、進学用の教育を詰め込んだりやったりするのかなと思ってたんですけど、そうじゃないんですよね、全く違います。はい、定員30人の少数制で、はい、先生の数も5人、はい、日本人の先生は今のところは3人ですけども、しっかりね、目を行き届いて監視できる体制にして、子どもにちょっとでもね、チームと運動ですねを発達させるっていう、そういうところにこだわっていらっしゃいます。はい、一つ一つのね、こうものづくりってますかね、こういうものを見てると、その先生、保育士さんの熱意っていうかね、はい、園長先生の熱意っていうものが伝わってきます。今日はね、お日様幼稚園に来させてもらいまして、園長先生とか、保育士の先生からいろいろお聞きしました。はい、とってもね、なんか居心地の良さそうな幼稚園だなと思います。はい、もちろん日本人だけですね、日本人もしくはハーフ、韓国人と日本人、ベトナム人と日本人のハーフのお子様を含めた日本人ですね、親に日本人がいる、生徒さんだけの教育の現場です。いかがでしょうかね。また詳しいことはね、こちらに来て体験として入ってね、時期も決まってるんで、体験の運営もできるみたいですし、親がね来て園を開放してみてくださいと説明も聞けるみたいなので、お時間があればお問い合わせをされて、ぜひ見に来て、日本人学校の、まあ、近くにありますお日様幼稚園、お日様幼稚園の教育現場を、皆様にお伝えしました。以上、レポートを終わります。